愛さなければよかったと思っているのではありません。悲しい捨てられ方を惨めというのでもありません。愛はいつかは終わるのだし、幸せな別れなどないのだし、どうせなら激しく罵り合い、ナイフを光らせ血を流し合い、これで終わりと叫びたかった。今さら優しさなんて気持ちが後戻りするだけです。愛は寂しい戯れだし、恋人がなくても寂しいし、どうせなら忘れるほどの